世の中にあるいろんな確率を見ていきたいと思います。まずゴルフでホールインワンが出る確率 0.044% ですね。これは単純にホールインワンの数をショット数で割った数が 0.044% らしいですね。1% 切るんですね。100回に1回もホールインワンは起こらないという確率らしいですね。もうこんだけ低いんならね、ホールインワン出たらもう勝ちでもいいんじゃないですか。ゴルフやってないんでわかりませんが。次は裁判員に選ばれる確率 0.011%。ホールインワンよりも低いんですね、これ。僕も未だに裁判員に選ばれたことないですね。頭の中で予行練習だけはしてるんですが、未だに僕も裁判員には選ばれたことないです。0.011% ですね。次は天気予報が当たる確率が 83% らしいです。結構当たりますね。すごいですね。むちゃくちゃ外してないかっていう時もあると思うんですが、83% 当たるそうです。雨が降るか雨が降らないかのみで出した確率らしいですね。それだったらね、まあ、明日は晴れですと言って、曇った時でも雨が降ってなかったら当たったということになって、83% くらいいくのかなと思いますね。おみくじで今日を引く確率は 30%。僕は人生で一回も引いたことないんで、おそらく僕がいつも引いてるおみくじは今日が入っていないおみくじということですね。30% もあるんですね、今日。というより浅草の浅草寺での確率らしいです、これは。僕の場合は未だに 0% ですね。今日が入ってない、もしくは超幸運の持ち主かもしれないです、僕は。次は遅刻しそうなパンを加えた美少女と曲がり角でぶつかる確率ですね。それが 0.0000462% らしいです。まあどうやって求めたのか簡単に見ていくと、学生が朝食にパンを食べる確率だったり、学生が遅刻しそうになる確率を出して、朝食にパンを食べてて遅刻しそうになる確率を出したり、全国にいる美少女率、それが 5% らしいですね。それだったり、曲がり角でぶつかる組み合わせが男女になる確率だったりで、ぶつかる組み合わせが男女で女の子が美少女の確率を出したりで、その他諸々も全て掛け合わせて、約 0.0000462% らしいですね。まあこの確率がね、合ってるかどうかは分かりませんが、もう極めて低い確率ということですね。もうほぼないということですね。なので、もしかしたらこの曲がり角を曲がったら、食パンを加えた美少女にぶつかるかもしれないという幻想をね、抱くのはやめましょう。次はガリガリ君の当たり率が 4% らしいですね。25分の1。なのでそこまで当たりにくいというわけではないんですかね。25本中1本が当たりらしいです。次は年賀はがき1等の当選率。0.0001%。100万分の1らしいです。もうこれはね、本当に当たらないですね。1等なんて。もう当たって切手セットとか、一番下の賞しかね、当たらないですね。こういうのは。まあでも、パン加えた美少女と曲がり角でぶつかる確率よりは高いということですね。次はお金に困った時に助かる確率です。自動販売機の下にお金が落ちている確率 10%。結構落ちてますね、10%。これ都会の方が確率高そうですけどね。10% もね、落ちてるらしいので、お金が困った際にぜひ覗いてみるのもいいんじゃないでしょうか。次はお客様の中にお医者様はいますかと聞いている確率が 70% らしいですね。70% もいるんですか、お医者さん。まあこれ飛行機の乗れる人数と世界のお医者さんの数を単純に計算しただけなので、お医者さんが何の医者かっていうのは問わないそうなので、この確率らしいです。こう見ると結構高いんですね、確率。もうこれならね、飛行機で突然病気になってもなんとかなりそうな気がしますね。はい、今回は日常のいろんな確率見てみました。以上です。